7月の市長記者会見が開かれました。広報松阪のインターネット多言語化配信の開始やベルファームに新遊具が設置されることなど9項目を発表しました。広報松阪の多言語化配信は英語、タイ語、ポルトガル語など10言語に対応します。また翻訳されるだけでなく各言語での読み上げ機能や文字の拡大機能などもあります。利用するには専用の無料アプリカタログポケットをスマートフォンなどにインストールしてください。詳しくは松阪市ホームページでご確認ください。カタログポケット。続いて松阪農業公園ベルファームにユニバーサルデザインに対応したハンモック型遊具を設置することを発表しました。設置場所はベルファーム内の芝生広場遊具エリアで、完成予定日は7月25日木曜日です。というのが今回の発表の内容でございます。続いて令和2年度採用予定、松阪市職員、松阪地区広域消防組合職員の募集開始を発表しました。松阪市では今年度から職員募集を前期と後期の2回に分けています。今回はその後期募集です。書類の配布はすでに始まっています。詳細は松阪市ホームページ、または松阪地区広域消防組合のホームページで確認してください。8月16日までというふうなことになります。続いて松阪市行政チャンネルの愛称募集を発表しました。愛称募集は市民の皆さんにより行政チャンネルを身近に感じてもらうことが目的です。応募期間は9月30日月曜日までで、最優秀賞の副賞は特産松阪牛すき焼肉2万円分です。こちらも詳細は松阪市ホームページで確認してください。応募資格、松阪市在住の方、こちらの他にも楽天市場で松阪市インターネット物産展の開催、第1回松阪市超高齢社会対策検討委員会の開催、南保育園おいしい幼稚園の今後の方向性、令和元年度部局長の実行宣言の公表、松阪市北部学校給食センター竣工式、施設内覧会案内を発表しました。なお、記者会見の発言用紙は後日松阪市ホームページの市長の部屋に掲載します。